セダムリニアラ万年草族は、弁慶草科に属する族である。かつての和名は、弁慶草族といったが、紫弁慶草族に、弁慶草などが分割されたので、現在は、万年草族という、キリン草族の名が使われたこともある。園芸では、学名金書のセダムが通用する。園芸品種の虹の玉や、メキシコ万年草などの種がこの族に属する。背が低い草もあれば、 やや立ち上がるものもあるが、総じて弁形草花の中では小さめで、盛んに枝分かれしてよく増える。葉は粒状や棒状。貝柿には黄色や白い花が咲く。花序は周酸花序、一部は層状花序で、花序には洋状の包みがつく。岩盤面の隙間のような乾燥かつ品栄養状態にあるわずかな土壌でも生育可能な丈夫な植物である。 アジア、ヨーロッパ、北アメリカ大陸など世界各地に分布する。日本では、石垣などの被覆に使われたこともあり、また、多肉植物として栽培されるものも多い。また、乾燥、高低温、塩害、アルカリ性に強く、屋上緑化に適した植物としても注目。利用されたが、日本の夏の高温多湿化では群れに弱く、病気で衰退してしまう。 万年草の葉は小さい上に、CAM 型光合成を行う特性上、水分の蒸発量が少ないので緑化による冷却効果が少ない、などの理由から捨てれつつある。世界に約400種があるが、近年の研究によるとこの属は多系統であり、再分割されつつある。ありがとうございます。